東西南北僕北っしゃんです。はい、というわけで今日はラババルのリプレイ解説をしていきたいと思います。いや結構ラババルは今多分おらへんかもしれんけど、ちょこちょこはいると思うけど、まあ見てて損はないと思う。ほんまにラバは結構多いかもしれんから、とりあえずラバルインドラからいきます。この手札と僕はアイゴレか丸太を切りますね。多分丸太切ったんですけどですね、多分切りますね。ちょっと待って、多分切った方がいいですね。枯渇やったらすぐ多分バレルとか投げてくるんで、ちょっと待っての丸太ですね。丸太流すときは。で、これで相手が縦線セバしてきたんで、2体側にアイゴレつけて、で、相手がガグムレと、ここで多分ラバ臭いな思って、で、マスケを出したんですね。これは多分位置高くてもいいかもしれないです、マスケの位置は。ちょっと低くて、ファイアボールに当てられたんですけど、まあ序盤なんで、全然。で、ここに、マスケが右残りするんですけど、ここで右残りするだけやと仕事しなくて終わるんですよね。だからアイスピつけてザップを使わせると、で ここでエリアードを取ると、ちょっとでもね。でここは墓石に丸太打つと、でも相手が呼んでくると、まあ最初やからね、相手が呼んでくるタイプか読まへんタイプか確認するためにね、一応ねやっただけやから。ほんでここ10やり溜まるんですけど、何でも合ってるかというと、アイゴレさっき出しちゃうと、アイゴレ側にラバつけられるんですよね。んで、アイゴレ保護ができなくなるんですよね。だから、ちょっと待って、ラバを見てから、アイゴレを逆サイに。ほんで、マスキーをケツから出すと。で、ここで、2手抜く側としては、バルーンをつけさせたいんですよね。で、一番最悪なパターンとしては、バルーンつけられて、橋前の、大砲にガゴを当てられるのが一番嫌なんですよね。それされたら100負け額なんですよね。だから、この右のアイゴレホグで、プレッシャーをかけて、ガゴかなんか使わせて、エリクサーをなくさせる。んで、こっちのラババルの形を、軽く処理させるための、アイゴレホグですね。で、ここで、相手がガコ咲いてきて、だから、エリクサーもなくて、ファイボン打てないんですよね、マスケに。だから、マスケは生き残ると。で、この位置に大砲を置いて、アイスピで固めて、ファイボレドーンってすると、絶対入らないですよ。絶対分からんけど、いや、まあ入らないですよ。経験からいくと。入ることはないですね。あの位置に置いて、ファイボを打つと、綺麗に、ね、打つとね、入らないですね。で、待ちと、ここは、一旦ステイと。で、相手、墓石を置いてきて、で、ここは、この位置に、変やと思うかもしれないですけど、この位置は、あえてなんですよね。あえて、この位置に出して、相手に、丸太を打たせると見せかけてのユニットを使わせる作戦。わかる？ここ、出してくれやろ。わかって、だから、あえて打たへん。で、ここでウッド流すと。あえてのホグ、今のは、墓石を処理したいための、あとはアドを取るための。で、ここで相手がラボボール展開してくると。この時に、この大砲は2周目回そうかな、思ってたんですよ。けど、多分ワンチャンファイボット巻き込まれたかも。でもここでアイゴルホグすることによって打てないんですよね、ファイアボールが。まあだから結果オーライ的な、結果オーライ。まあまあ結果オーライみたいな。2周目のマスキで芝生と。で、ここで、ホグ流すんですけど、もうちょい待ってホグでしたね。先行しちゃって、ここ5打つんですけど、打って、多分先行しなかったらもう一発入って、もう GG やったんですよね。次の5を生まれたかなんかで終わってたんですけど、ここで、まさかの一発入らなくて、やばいと思って、この2200なんですよ。でもめっちゃ削れるんですよ、ここで。やばい、どうしよう思って。でもラバー割れへんみたいな。待てみたいな。で、ここで、よく我慢した、俺と。で、やばいと思って、大砲で真ん中に寄せて、ほんで、アイスビで固めるかな。ここで固めたら入らないんですよ、爆破って。ザップでも打たれへん限り。真ん中に大砲寄せて、アイスビで固めたら、ザップ打たれたら入るんですけど、入らないんですよね。で、ここは苦し紛れのホグと。ここで、バンチやばい、落ちるんじゃねみたいな思ったけど、多分394って、5ザップで落ちひんねんな。だから、こっちの10個貯めて、
ファイオマルタすると、ここで大砲のミス 1ミスって、もうあれワンチュー爆破入って GG じゃねと思ったけど、俺の方がファイオ早かったと。まず爆破入ってないしな最後ら辺ちょっとボロボロやってんけど、序盤はまあいい感じだったと思う。2本目いきます。ラバ・バル・バルキリー、一時流行ったよねバルキリー型。バルキリー型はどうなんやな、まだましちゃうでも盾兵とかに比べたら後衛として弱いからねここはどうやろう、スケスイパーかなおっと丸太切ってた、ごめん。でこれはアイスピカだ、2体側に、うん。で墓石とガゴ出たんで、これもラバやな思ったんですよね。基本この2枚来たらラバしかないやろみたいな感じで、でラバ来たんで逆サイにアイゴレと、うん。それでケツにマスケと、もうこれはもう絶対して、これ絶対したら守れるから、1分切るまでは、1分切れば絶対守れるから。でここではいバルーン来た、おいしいおいしいと。でここで逆サイアイゴレホグと、これも同じ流れ、さっきともう同じで、ここでアイスピで固めるよね、さっきと同じように。んでファイボでドカーンと。でここであえてうまかったんが、まあ、ザップでずらしてきたよね竹を。まあ入らへんけどな、言うて竹が悪いから。でアイゴレで釣って、あの逆サイの見え残りのマスキに仕事をさせると。そしてここで縦にもなると、優秀すぎるでここで墓石に丸太流したんは、相手がエリクサーないやろな思ったんやけど、あったっていうね、俺のエリアード計算のミス、シンプルにミスたまにあるよね、でもそういうのいけると思ったら相手エリクサーあったみたいな。俺だけか、俺が下手くそなだけかまあだからここで今のウッド分の2アード取られてるんですけど、まあここは落ち着いてケツバスケですね。で相手が動作にラバー展開してきたんですよね。これもいやらしい、いやらしい。でも動作攻めるのは正直あんま良くないねんな、やっぱその攻めたホグのユニット守ってきたやつがカウンターで来るねんな。でここもさっきと同じように、ここのアイゴレホグはマスケに、あちゃごめん、大砲にガゴ当てさせないやつと、マスケを2周目回すための、回転させるためのホグを兼ね備えてる。そうでここで5打たれるから、ま、2周目マスケで、こうしたらもう相手もおつらみで5でドーンと。やばいやろこれ、なんなら相性いいまで思えてくるやろ立ち回りが良すぎて。でここはまあ逆サイかな、ホグは、うん、削れてる側じゃないけど、まあここもねちょっとウッドいらんかったかもしれん。ワンチャンね、ワンチャンいけるかなみたいな感じで打っただけなんで、多分いらんかったと思う。結果のないけどな。まあね。でここも身残りしてるんで、アイゴレは足すと。で、ザップかなんか使わせると。で、ホグと。で、ここも、若干読みかな、多分読みやった気すんねんけど、ホグ、丸太は。多分ね、わからんけど。で、ここまで来たら、なんか、あえてラバー展開出しづらいよね。そのラバー出した瞬間ガン詰めされたら終わるねんね。だから出してこなくてこっからねちょっとやばいよ、ここやんちゃするか、ここほらほらめっちゃやんちゃする、やんちゃしてここも調子になっちゃってやばいと思ってこっからどうしよっかな思って、同じようにしたら負けるなみたいな思ったんやけど、でも相手がラバー展開してきて、カブサムニだーケツメシニだで、ここで5打って GG と。YouTube にだ ?YouTube にだ。それぞれ飯行くにだよ。わかりました、行くによ。行くにだ。ノックの音じゃなくて、イメージだ。ということで、ご飯の時間が近づいてきました。今ね、韓国に着いてホテルと撮ってるんですけど。まあこんな感じで、ラババルの動画でした。もしよろしかったら、よかったらチャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いしますということでご視聴ありがとうございました。お先です。